お待たせいたしました。ジャパンゴルフフェア2024ダンロップブーススペシャルトークショースタートいたします。さあそれでは参加してくださっている8名の選手をご紹介してまいりましょう。上久保美咲プロです。皆さんこんにちは、上久保美咲です。今日は楽しい時間を過ごせるように頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、菅風花です。今日はお集まりいただきありがとうございます。元アスカです。皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます。楽しんでいってください。皆さんこんにちは、安田彩乃です。今日は楽しんでいけるように、私も頑張って喋りたいと思います。こちらもですね、今年からのプロということになります、岡田光平プロです。よろしくお願いします。こんにちは、岡田光平です。今日は楽しいトークショーになるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、吉田大輝です。皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、小木曽隆です。今日はよろしくお願いします。皆様こんにちは、片岡直之です。一緒に楽しい時間を過ごせたらいいなと思ってます。お願いします。8人いるのでなかなかですね、一人ずつの話を聞いていくのは大変ということで、皆さんにはこの丸か×かでね答えていただこうと思っております。それでは参りましょう。第1問です。こちら、勝負服がある丸か×か、どうぞお答えください。はい、まずは、菅プロ、はい、勝負服はある。赤です。これなんか理由があるんですか？でも高校、中高の時はユニフォームで試合出てたので、はいはい、あまり着てないんですけど、小学校の時に赤い服ばっか着てたら優勝してたので。おお、じゃあ縁起のいい色。はい、だと思います。ありがとうございます。小木曽プロは勝負服なんですか？僕はオレンジの服着るようにしてるんですけど、なんかやっぱオレンジ着てる時が結構スコアが良くて、でもそのオレンジを持ってない時もあるんで、やっぱ遠征行っててない時が嫌なんで、基本なんかこうたまにオレンジを着るようにしてます。ここぞっていう時じゃなくて、いい感じにオレンジが回ってくるように、あの服を選ぶようにしてます。ありがとうございます。続いて片岡選手は勝負服なんでしょう？はい、勝負服は青です。青、はい。まあ、結構優勝争いとかしてたら、まあ、ほぼほぼ最終日は白青で、でいい順位じゃないときは普通に青着ないです。でもファンとしてはあれですね、毎回青着てほしいですよね。さあでは続いて参りましょうか。続いてはこちら、オフシーズンの調整はうまくいった。さあそれでは皆さん丸か×か上げていただきましょう。どうぞ。じゃあ元選手から聞きましょうか。自分はタイに行って合宿をしていて、うんうん、すごい暖かいところでトレーニングとかゴルフの練習できて、すごくいい調整ができました。あ、やっぱり暖かいところだと違いますか？すごい体が動くので、はい、よかったです。そして安田選手も。私はコロナ前は毎年海外に行ってたんですけど、うんうん、コロナが流行って行けなかったので 4,5 年ぶりに、はい、私もタイに行ってました。ゴルフの環境が練習場も芝からだったり、はい、まあ、暖かいので体も動きやすいですし、ゴルフ場も結構綺麗なので、はい、まあ、ゴルフに集中できる環境かなっていうのは思います。小木曽選手と吉田選手も合宿をしたんですよね。小木曽さんと1週間他のプロと2人で、はい、4人組で宮崎のフェニックスカントリークラブで1週間みっちり合宿しました。おお、2人は仲良しなんですか？正直おっと、はい、いや合宿始まる前まではそんなに、はい、ご飯行くとかもなかったんですけど、はいはい、その合宿でめちゃくちゃ仲良くしてもらって今は仲良しです。あ、と言ってますけど。いや、本当そうですね。あ、なんかサウナでシーズン中とかよく会ってたんですけど、それぐらいで、おー、はい、こうなんかちゃんと一緒にこうご飯食べたりっていうのは、はいはいはい、合宿で初めてでした。へー、はい、では続いての質問参りましょう。こちらです。優勝したら買いたいものがある。皆さんどうぞ。岡田プロ。僕が優勝して買いたいものは車ですかね。はい、車、はい、ゆったり乗れる車で、移動の際にはその腰に負担がかかんないような、はいはい、乗り心地のいい車が欲しいなと思ってます。上久保プロも丸をね、挙げてくださってましたが。私も遠征用の車が欲しいです。あ、やっぱり車なんですね。はい、今はどうされてるんですか？今は小さい車なので大きい、こう何でも
積んでゆったりできる車が欲しいです。はい、では続いてのもう質問参りましょう。こちらです。次に生まれ変わってもプロゴルファーになりたい、丸かバツか、さあどうでしょう、皆さん挙げてください。どうぞ。安田選手はバツ。生まれ変わったら次なりたいものがありますか？プロゴルファーになる前に夢があって、今年海が好きで、サンゴの保護をしたいってずっと思っていて、ちっちゃい頃琉球大学に入ってサンゴの勉強をしたいってずっと思ってたんですけど、いつの間にかゴルフに夢中になってて、気づいたらプロゴルファーになってたので、生まれ変わったらそっちの人生もやってみたいなっていうふうに思います。あ、これは素敵な夢ですね。はい、岡田選手もプロゴルファーじゃない、何になりますか？僕は生まれ変わったらプロ野球選手になりたいです。小学校6年前ずっとソフトボールしてて、中学校進学の時に、はいはい、どっちか迷って、やっぱゴルフを選んだので、はいはい、次はそこで野球を選びたいな、ソフトボールを選びたいな。お、続いてこちらです。お、負けたくないライバルがいる、丸かバツか、どうぞ挙げてください。ライバルは同級生です。隣に上久保プロってなっちゃうんですけどそうですこうどんなところが負けたくないっていうのがあるんですか？例えばこう飛距離とかスコアとか。全部負けたくないですよね上久保プロはどうですか？罰にしてたんですけど、はい、じゃあ菅選手でありがとうございます。さあでは次の質問参りましょう。こちら、飛距離より大事なものがある、丸かバツか上げてください。どうぞ。これ全員丸？はい、ズバリ私は安定性を重視してます。同じ動作を繰り返し何回もできるっていうのが大事かなと思います。あ、反復練習が大事。はい、うん、ありがとうございます。続いて菅プロはいかがでしょう？はい、私はショートゲーム、パターが大事かなと思います。パターが大事。パターは得意な方ですか？少しずつ好きにはなってきました。あ、気持ちの面で少しでも揺らいだら入らなくなるので、うん、精神的にも結構難しいとこかなと思います。確かにメンタルがね結構重要そうですよね。はい、続いて元プロいかがでしょう？私もショートゲームかなと思います。うんうんうん、はい、パターが入れば結構流れとかにもつながるかなと思うので、パターとかアプローチとかが大事かなと思います。ありがとうございます。安田さんいかがでしょう？はい、私もショートゲームはすごい大事だと思います。まあ飛距離も大事だとは思うんですけど、まあ、曲がってしまったりしたらスコアメイクもしづらくなるので、まあ、やっぱり最後はパッティングだったり、うん、こうアプローチだったりスコアをまとめられることが一番大事かなというふうに思うので、私はそうですね、ショートゲームが大事だと思います。続いて、片岡選手いかがですか？はい、僕もショートゲームがすごい大事だなと思います。うん、僕は特にパッティングは本当に生命線というか、うんうん、そこが入らなかったらちょっと難しいところあるんで、まあそこを結構大事にやってます。僕は全部ですね。飛距離ももちろん大事なんですけど、はい、やっぱり日本のツアーでずっと長くやってる人たちは、うん、やっぱり全てのレベルが高いと思うので、うやっぱり全部のレベルを上げていかないとっていう感じですかね。では続いての質問参りましょう。お、これは聞きたい。苦手なシチュエーションが実はある、丸かバツか、どうぞ札を上げてください。上久保選手はどんなところが苦手なんでしょうか？そう、私はゴルフのスイングするときに高いところが苦手なので、ティーグラウンドの前が崖とか下りになってると怖くてスイングできないです、はい、ゴルフの時だけ高所恐怖症になります。そういうコースに当たったときはどうするんですか？もう何ホールも前からドキドキして、ああ、あと何ホールでそこだみたいな感じで、もう行ったら2クラブ限界まで下がって触れるところまで振って、だからハーフショットとかでもいいんで、とりあえず前に飛ばします。続いての質問に参りましょう。こちらです。ギアにすごいこだわりがある、丸かバツか、では札を上げてください。どうぞ。
僕ウェッジが52と60度2本入ってて、あの60度だけは毎試合変えるようにしてるんですけど、まあ、なぜかというとそのスピン性能がやっぱり大事なので、特にグリーン周りプロのグリーン硬いですしすごい速いので、しっかりボールに食いつくようにウェッジは新しくして、でその毎試合毎試合新しくすることによってやっぱ同じスピン量でいけると思うので、そこはこだわってます。では続いての質問参りましょう。ボールに求めるのは飛距離性能だ、丸かバツか、皆さん札を上げてください。どうぞ。で小木曽プロに話を聞きたいんですけれども、やっぱり、はい、ボール変えて飛距離が飛んだらそんないいことないですもんね。やっぱ飛ぶんだったらボール飛んでってほしいんで、はいはい、まあ、それと一緒にやっぱスピンとかが入るっていうこのバランスの良さが多分スリクソンのボールの良さなので、はい、元プロに聞きましょう。何を求めてる？ピン量ですかね。ほう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 。アプローチ打つときに、はいはいはい、しっかりスピンが入るボールがいいなと思うので、はい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 、私はスピン量重視してます。さあ続いては、おーおーおー、また飛距離ですよ。飛距離を出すコツを持っている皆さん、丸かバツか札をお願いします。どうぞ。ねえ岡田さん、飛距離を出すコツ。みんな多分ここで終わっちゃうんですよ、フィニッシュで。はい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 。それを戻さないといけないんですよね。ここまでがスイングにするとここまで速くなるんですよ、フィニッシュまで。振った後のこの振り戻し、はい、ドラゴン選手とかよくこうやってると思うんですけど、はい、これが一番大事です。続いて参りましょう。こちら、あ、これ最後の質問ですね。皆さん、これはまあ全員同じになると私は予想しています。では挙げていただきましょう。今シーズンは優勝する丸かバツか、どうぞ。ありがとうございます。ではまずは上久保選手からお願いします。私は主戦場が今年はステップアップツアーなので、まずはそこで1勝すること、それで来年はレギュラーツアーに上がれるように頑張りたいと思ってます。はい、ありがとうございます。続いて瀬川選手お願いします。はい、私は、今年がプロ1年目なので、今持っている自分の力がどれくらい出せれるのかすごく楽しみなので、まずはステップアップツアーで1勝することが目標です。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。赤い服が見られるの楽しみにしています。そして元選手お願いします。私も昨年やったプロテストに合格して、今年からやっとツアーに出ることができるので、優勝できるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。さあでは安田選手、はい、いかがでしょう。ゴルフが大好きなんですけど、その大好きなゴルフに日々こう向き合えることに感謝しながら、1試合でも多く優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて片岡選手お願いします。はい、僕はもう初優勝からちょっと3年ぐらい遠ざかっちゃってるんですけど、もう早く2勝目を挙げて、で少しでも上の賞金ランクで今年はフィニッシュしたいです。応援お願いします。はい、よろしくお願いします。続いて小木曽選手お願いします。僕はダンロップのクラブを中学校ぐらいから使わせてもらってるんですけど、のクラブとともに初優勝できるように頑張りたいと思います。また応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて吉田選手お願いします。はい、今年は、11月の太平洋ビザで2位に終わって悔しかったので、今年こそは、初優勝してまた 2,3 勝目と続いていけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では最後に岡田選手お願いします。昨年末に QT を受けて、今年のレギュラーツアー前半戦とあとはアベマツアーの、資格を取ったので、どっちでもいいので、まあ、できれば両方勝って、本シード取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでダンロップ契約プロ8選手によるトークショーをお届けしました。ぜひ皆さん今シーズンに期待しましょう。ありがとうございました。